ご機嫌いかがですか。月島会の皆さん、ありがとうございます。筒澤さん、ありがとうございます。 YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。長谷川隆であります。本日は後期2677年平成29年6月3日土曜日であります。四季島の大和の国は言霊の助くる国ぞ、まさきくありこそ。本日未明、国連安全保障理事会は弾道ミサイル発射を繰り返す北朝鮮に対する制裁を強化する決議を全会一致で採択しました。朝鮮労働党の幹部ら14人を渡航禁止、資産凍結対象に加え、ミサイル発射や開発を担う朝鮮人民軍の戦略ロケット軍なるものを、そして高麗銀行など4団体の資産も凍結することになりました。抜本的な追加制裁ではなく、対象拡大にとどまりましたが、北朝鮮への圧力を強めたい米国の要請に、中国やロシアが応じ、ひとまず足並みを揃えることができました。決議では北朝鮮の核ミサイル開発が地域の緊張を高めていること、最も深刻な懸念をし、北朝鮮に即座に核実験やミサイル発射挑発行為をやめるように強調しました。しかし北朝鮮は核ミサイル開発をやめないでしょう。またやめられないでしょう。おじいちゃん、おばあちゃん、戦争は反対です。戦争は断固反対であります。しかし、私たちの日本のレッドラインはすでに超えているのであります。昭和50年代に起きた北朝鮮による日本人拉致事件は、北朝鮮の工作員や在日朝鮮人淀号グループなどにより多数の日本人が北朝鮮に拉致された国際犯罪事件でありました。その後5名の帰国が叶いましたが、今なお多くの方々が拉致されたそのままになっておるのであります。私たち日本国民は
私たち日本国は13歳の娘が拉致され、何ら取り返すことができないのであります。北朝鮮金正恩最高指導者と軍部が自ら弾道ミサイルと核を放棄し、並びに日本人拉致被害者を解放し日本に帰国されることを切に希望するものであります。ご存知のように北朝鮮の北部国境には中国共産党軍、ロシア軍の配備が完了し、そして朝鮮半島周辺海域には日本軍、日本の自衛隊が配備し、その準備が完了しております。朝鮮半島での武力衝突が始まった際は、北朝鮮の核兵器と核施設の処分、弾道ミサイルとその発射装置の処分はアメリカ軍に任せ、我が日本国の自衛隊とあらゆる機関は日本人の拉致被害者の救出に全力で取り組んでいただきたいのであります。我々日本国民はここで覚悟を持って当たりましょう。日本国民が日本国民を見捨ててはならぬのであります。拉致被害者の救出は日本の自衛隊がやらなければならないのであります。在日朝鮮人の皆様、在日韓国人の皆様、また日本に帰化された皆様、拉致被害者の救出に尽力を賜りたくお願いを申し上げる次第であります。私たち日本国民もこの段にあたり覚悟を持って当たろうではありませんか。敷島会の皆さん、ありがとうございます。 YouTube をご覧の方、ありがとうございます。